次に、台湾、および中国への主張について、ご報告いたします。台湾高雄市および中国上海市へ、1月11日から1月15日にかけて、出張をいたします。まず1月11日から12日に、台湾高雄市との友好交流協定、調印式に出席をしてまいります。これまで、高雄市とは、平成25年9月に熊本県、熊本市、高雄市の3社による、国際交流促進、覚書を締結して以来、現地での百貨店、と連携をした熊本フェアの開催でありますとか、熊本高雄線のですね、定期便就航など、成果を伴った交流を、行ってまいりました。また、熊本地震に際しましては、発生直後から、高雄市を挙げて、募金活動に取り組んでいただきですね、実際に、菊市長さんもですね、熊本に訪れていただきましてですね、この被災状況をご覧いただくとともにですね、現金もですね、贈呈をいただいたところでございます。このように、交流の成果が、高まっています、高雄市との交流をさらにですね、深め、交流人口を増やしていくために、これまでの、覚書をグレードアップをいたしまして、新たに熊本県、熊本市、高雄市の3社で、友好交流協定を締結することとなりました。この締結によりまして、覚書というお互いの目標を確認する取り決めから約束へと引き上げまして、未来にわたり、具体的な成果が期待できる分野での、交流を通じてお互いの絆を、深めていきたいと考えております。なお、調印式には、市議会を、代表して、議長も同行をされます。また熊本県からは、蒲島知事、また県議会議長も出席をされる予定となっております。